皆さんこんばんは、スルベイです。前回はですね、赤のとことのと赤色の41回をクリアしました。いわゆる反射ステージですね。反射ステージをクリアしてきてですね、次の42回を遊んでいきたいと思います。どんな攻撃してきたかちょっとうろ覚えですけどね、ターンごとにダメージ上げてくる敵だったかな。でも反射ではなかったので、一応様子見しながら行こうと思います。しばらく遊ばないとどうにも、思い出せなくなった。一応ですね、デッキも反射ステージではなくなったので、巡りアリーさんを入れ直しました。今回はこんな感じでいきたいと思います。天気図さん入れてるのは、雨の状態にした時にこちらの受けるダメージ軽減するとかですね、そういったことの狙いです。では始めていきたいと思います。割合ダメージ、割合ダメージを反射できれば相手もそれ相応のダメージを受けるってわけだな。そういう意味では、カバーじゃないけど、このカウンター要因をこう入れておいても、ダメージ大きいほどそのカバー時の、反撃ダメージが増えますからね。魔物ガールズをそもそも使うってことがなかなかなかったのでですね、でもとことんの恐れがあれば十分活躍できるカードの1枚ですから。さて、しかし結構ダメージが大きいな、こういうステージだな。結構消し伏せすごいな。さてどうしようか。そこはもう青を消した方がいいよね。とりあえず回復書いて。それだな。割合ダメージのステージだったか。42回。下一桁が 2になるステージ。じゃあさ、なおさら大金刊さんに出てて正解だ。落とされても復活がありますからね。リーダーで使うのはうってつけかもしれない。持久戦用にリーダーにしたようなもんですからね。もし不要消しの内容、盤面次第で結構かかってしまいますからね。ここで巡りあり。消し崩数も増えるんですね。それで回復できる。いくらか。割合が嫌だな。さておこうか。で、まださっきの効果が残ってるから。様子見て、そのカウンターの頃のスキルを
発動できるタイミングを見て。この辺かな。12個か。こちらに消えておこう。あと1個。これで条件だな。まあ事故で、なんか連鎖が重なる。事故で連鎖が重なるってこともなかった。まあ一応治療しとこうかな、ここは。怒りだと外してしまうことがある、ね、こっちからの攻撃が逸れる場合がある。まあ潮騒の危機がありですね。 25% ダメージ系使ってで、この子で沈める。これが強いんです。相手のダメージが大きいほど大きいんです。で、ダンボールラブの効果が残ってるので、あと緑ですね。あ、これかな。まあうまくいった。早い早い。あ、今の盾か。赤の盾のところ。あ、カウンターで倒した。カウンターで倒してくれた。そうだ、カウンターの存在すっかり忘れてたけど。そうだったな。よし、今回も無事にクリアできました。まあ、43階についてはですね、一回魔物ガールズを外していこうと思うんですよね。確か、あの、ハートをなんかたくさん作ってきて、それを、あ、お邪魔だったかな。お邪魔を確か作ってきて、それで、ね、規定の数以上になったら割合ダメージみたいなステージだったと思う。確かね。だからカウンターを生かすことができない。反射でもちょっと厳しいか。まあ盤面チェンジとかがまあ強いんですけどね。どういうデッキ作るかちょっとまたまた考えておこうと思います。ご清聴どうもありがとうございました。スルベでした。